それでは時間になりましたので、今回の講習会の最後のプログラムになります。サイトスケープを使ったそのデータの可視化について、科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンターの櫛田からご紹介いたします。皆さんのパソコンの方にはサイトスケープっていうツールがインストールされていると思うんですけども、こちらの方にですね、サイトスケープっていうアイコンがありますんで、ちょっとその立ち上がる前に時間かかりますから、事前にですね、今のうちにちょっとダブルクリックしていただいて、立ち上げておいてください。でちょっと邪魔なもの出てますけども、ちょっと気にせず、進めていきたいと思います。ちょっと隠れちゃってますね。ちょっと邪魔してますけども、はい、申し訳ありません。ちょっとしばらくしたら消えると思います。で、サイトスケープなんですけども、こちらの、この講習会を始めるにあたりまして、事前にアンケートを取らせていただいたところ、ほとんどの方があまり知らないっていうようなことだったんですけども、実際にこのツールっていうのは、研究している人はですね、使う機会が今後もしかしたら出てくるんじゃないかというようなもので、特定の領域に限ったものではなくて、いろんなところで使う場面があるということだと思います。で特にその研究に限らずですね、いろんなところでも使えるということなので、今回はその特にこのご要望ともそれほど多くなかったんですけども、一般的なそのサイトスケープの使い方をご紹介させていただいて、今後の皆様の研究活動に何かお役に立てればいいなと思うような形でお話をさせていただこうと思います。資料の方もちょっと細かく書いて用意してありますけども、後から振り返っていただいて、こういったものがあったんだなと、その時にどうやって使うんだったのかなということが分かるような内容にはしたいと思いますので、ちょっとしばらくお時間いただきたいと。あまり難しい話というか、ちょっと面倒くさい話がいろいろあるんですけども、気軽に聞いていただければいいかと思います。で、ライフサイエンスデータの可視化というと、ここに取り上げました通り、いくつかのものが、ボノさんが話したそのゲノムブラウザの話であるとか、ヒートマップであるとか、そういった情報の他に、その、パスウェイとかネットワーク、例えば代謝マップとか、シグナル伝達のマップとか、遺伝子間の相互作用の情報であるとか、プロテインプロテインインタラクションの情報であるとか、電子制御ネットワークであるというような、特にその、ここら辺の領域のものを、サイトスケープが、得意としている領域です。実際にはそのヒートマップなんかも書けるんですけども、サイトスケープが得意なところはこの辺のところであるということで、今回は、このパスウェイとかネットワークについての可視化についてお話をさせていただきます。でこれはサイトスケープは、国際的ないろんなその、機関が集まって作ってるんですけども、その中にその UCST カリフォルニア大学のサンジェア校の、大野さんという日本人の方が、かなりその、中心的なメンバーになって開発に携わっております。でその方にちょっとサイトスケープを、紹介する、イーズがあるということで、いただいたものを紹介させていただきます。でこのサイトスケープというツールは、ネットワークを表示するツールなんですけども、2000年の初めぐらいからプロテインプロテインインタラクションの研究がどんどん進んでいって、こういったそのネットワークビューアーというかいろんなものが、出てきたんですけども、その多くのものがもう今すべて消えてなくなってしまっています。で、扱いづらかったというのがもちろんあるんですけども、多くのデータを取り扱うと動かなくなっちゃったり、非常に扱いづらかったんですけども、このツール自体が、あるそのゲノム全体の、遺伝子ですね、遺伝子とか、その、分子間のある生物種が持っている分子間の関係を一つのツールで解析できるようにというようなことで、作られています。だから非常に大きな、情報量を取り扱うことができる。さらにこれがそのオープンソースという形で使えるということで、画期的なものになって、それが5年ぐらいだったと思うんですけども出来上がりまして、それからもう10年以上経つかと思うんですけども、ずっとその一線級で使われているというものになります。で今回のこの資料の構成なんですけども、最初にそのサイトスケープについて簡単に、これ本当にさらっとご紹介をさせていただいて、
この基本操作のところ、で、この基本操作のところがなかなかちょっと分かりづらいというか、そのとっつきづらい、ところでもあるんで、ここをちょっと、丁寧に説明をして、まあ、実際にパスをどうやって書くのかって話をして、サイドスケールの特徴なんですけど、そのネットワークをレイアウトする機能があるんで、まあ、その紹介をして、まあ、データ解析の、まあ、簡単な例を紹介をするとこぐらいまで今回、今日の、プログラムの内容にしたいと思います。で、その以外のところはですね、残りのところはまた、参考資料ということで、後々また見ていただければいいかなというふうに思います。で、まずサイトスケープなんですけども、まあ、ここにも書いてあります通り、複雑なネットワークの解析とか、可視化のツールであると、オープンソースのプラットフォームであるということです。で、現在バージョンは、サイトスケープの2系統っていうのと3系統っていうのがあって、今こちらがメインストリームで、のバージョンになっています。で、2の方は、前のバージョンなので、もう今ほとんど使うことはないと思うんですけども、ものによっては、後からまた紹介しますけども、そのプラグインっていう形、昔はプラグインと言ったんですけど、今アプリっていう形で、どんどん解析のツールとか可視化のその機能がどんどん追加されていくんですけども、まあ、それがちょっと、古いバージョンなんか使えないってものが以前はあったんですけど、今はほとんどのものが3でも使えるようになっているので、もう、多分皆さん今始められる場合には3だけを使えばいいかというふうに思います。で、あと開発者のメンバーなんかもこの、これをクリックしていただくと写真入りで出てくると思いますので、興味のある人はまた見てください。あとユーザードキュメントとかチュートリアル、まあ、ユーザーマニュアルなんですけども、ここにまとまっているのでまた見てください。で、最新版が1月の半ば現在で3.30ということになっています。で、皆さんの今お使いのパソコンの方に入っているかと思います。で、サイトスケープの特徴と機能ですけども、ちょっとこちらの方に大体十数個の特徴、これ、ウェブページから、サイトスケープのページから拾ってきたものなんですけども、まあ、このぐらいの特徴があるということで、その中でもその柔軟な可視化の機能があると。で、グラフの自動レイアウト機能を持っていると。あと、プラグインによって、アプリによって、いろんな機能が追加されるということになっています。この最後のそのプラグインのところ、アプリのところっていうのは、まあ、データの分析機能であるとか、データの可視化であるとか、いろんなその機能が追加されるんですけども、そのバイオマティクスの、研究成果を、まあ、発表するときに、このサイトスケープに、で実装して使えるようになりましたっていうのが非常に多いので、言い換えると、まあ、最先端の例えば解析であるとか、まあ、が、皆さんの研究データに対して活用することができるというのが特徴になっているかと思います。まあ、多くのそのバイオマス社が作ったツールがサイトスケープでプラグインとして実現されることがあるということです。で、まあ、ここにちょっといろいろサイトスケープの特徴をご紹介しますと、まあ、いろんなそのデータフォーマットに対応していると。まあ、グラフ表記のいろんなフォーマットがあるんですけども、こういったものに対応していたり、システムズバイオロジーのマークランゲージランゲージに対応していたり、まあ、いろんな、フォーマットに対応しているということです。で、まあ、いろんなところで、まあ、ウェブサービス等で活用されていたり、まあ、可視化の方も、かなりその自由にですね、設定することができます。で、出力の形式も画像データとして、まあ、さまざまな形で、出力できるので、まあ、論文等でも使えるような、かなり品質の高い、画像データを出力することができます。で、あと、まあ、検索機能があったり、パスウェイを眺める機能があったり、絞り込みの機能があったり、あとはこれプラグインとちょっと直結してくるんですけども、その非常に大きな複雑なネットワークの中から、ネットワーク技術、ネットワーク解析の技術を使って、まあ、特定のその部分パスウェイ、サブパスウェイ、モジュールみたいなものを見つけるっていうようなことができるようになっています。まあ、今ちょっと話したところと重なるんですけども、さらにいろんなその解析の機能があって、昨日でしたっけ、小野さんの方から話もあったと思うんですけども、その遺伝子の機能を予測するエンリッチメント解析みたいなもののプラグインも入っています。あと、多言語対応ということで、日本語も取り扱えるようになっています。で、ここから基本操作についてちょっとご紹介をしますけども、最初のところがその使用メモリーの設定というのがあります。で、今回多分皆さんのパソコンの下ではあまりその必要ないかと思うんですけども、先ほど申し上げましたように、非常に大きなネットワークを対象に取り扱うことができますので、大きなファイルを取り扱う場合には、
そのメモリの、使用するサイズをですね、設定することができるんですけども、これをちょっと見てもらって、大きなファイルを使ってうまくちょっと動かないような場合には、この資料にまた立ち返ってもらって、設定し直してください。まあ、そんなに難しい話ではないので、その、設定のファイルがあるんで、それをテキストエディターかなんかで開いてあって、この数値を変えてやるだけでいいので、もし必要な場合にはそういったことをしてくださいということを最初にご紹介をしておきます。で、まず、サイドスケープの次は起動の仕方なんですけども、もう皆さんその起動はうまくいってますか？大丈夫でしょうか？おそらくですね、こういった画面が多分出てると大丈夫なんですけども、こんな感じになってますか？なってない方っていらっしゃ、大丈夫ですか？で、これが先ほどここを、ダブルクリックしてもらって起動した最初に出る画面なんですけども、まあ、最初にその、ウェルカムトゥサイトスケープっていうその、ウィンドウが出ますけども、まあ、ちょっと今回は、まあ、私の方はちょっとこの、クローズします。あってもなくてもいいんですけども、クローズします。で、このちょっと画面の構成についてご紹介をします。で、最初は皆さん、まあ、このままで画面の方を見ていただければいいかと思うんですけども、まあ、どのファイルを開いてもいいんですが、一応資料と同じものを開くと、まあ、こういったファイルが出てきます。で、画面の構成なんですけども、これがそのメインビューと呼ばれているもので、そのネットワークを表示する画面になります。で、サイトスケープのグラフモデル、サイトスケープのネットワーク図っていうのはグラフモデルっていうことで、要は点と線でつながるような関係で、ネットワークを構成していると。で、この場合ですと、点のところ、まあ、接点のところが遺伝子になっていて、その、遺伝子間の関係を線で結んでいるというようなことになっています。例えばこの時の線の意味が、プロテインプロテインのインタラクションだったり、あとプロテインと DNA の結合関係だったりというような形で、こういったネットワークを、作ることができます。そしてこの下のところが、テーブルパネルって書いてありますけども、要はこの、ネットワークの構成についての、まあ、アトリビュートという属性の情報、それぞれのノードとかエッジが持っている情報を表示する欄になります。例えば、まあ、どれか1個選択する場合は、クリックしてもらえばいいんですけども、そうするとここに、この PDC1 という遺伝子が今選択されているんですけども、まあ、その、遺伝子の名前が、どっかな、多分コモンネームって形、こうですね、コモンネームって形で、ちょっと小さくて見づらいんですけど、コモンネームっていう形で入っているというようなことであったり、実際にはその、データベースの中で識別子として、まあ、遺伝子の多分番号みたいな形、これ酵母だと思うんですけども、こういった番号が、アクセション番号みたいな形で入っています。で、今このネットワーク上の表示を実はコモンネームっていう形にしているので、 PDC1 という名前がこのメインのネットワークビューの方で表示されているということになります。で、その他、ここにある、情報っていうのは、この、例えば遺伝子が持っているその実験データが入っていて、例えば、このデータは、マイクロアレイをしてある遺伝子を、ノックアウトした時に、その遺伝子が、ノックアウトする前と比較して、コントロールと比較して、遺伝子の発現量がどれだけ変わったのかっていうことを、表している数値データが入っているんですけども、それがその、この下のテーブルパネルの方に数値として入っているもので、見てもらうと、例えば、ガルワンっていうんですか、ギャルワンっていうか、ちょっとよく読み方わかりませんけども、それを、ノックアウトした時の遺伝子の発現量、コントロールと比べてどれだけ増減したかっていうような数値データが入っているようなことになります。で、あとこのネットワークの方にはもちろんエッジの情報も入ってるんですけども、このエッジの情報を見るときには、この、テーブルパネルの下の方に、ノードテーブルっていうのとエッジテーブルって、これを切り分けるタブがあります。で、最初はこのノードテーブルを開いて、このノードの情報を見てたんですけども、ここで切り替えるとエッジの情報を見ることができて、今、こうやってマウス上で、
ドラッグして選択したものが出てくるわけなんですけども、このエッジの情報に入っているものっていうのが例えば、PP とか、エッジビトウィネスっていうのが、書いてありますけども、要は、この結合の関係が、PP と書いてあるのはプロテインプロテインインタラクションを表していて、 PD っていうのがプロテインと DNA の結合関係を、まあ、表しているというような、情報が入っているということです。要はこの点と線の情報、どの点とどの点が結びついていて、その点と点がどういった、種類の線でつながっているかという情報が、このサイトスケープの、ネットワークの基本的な情報になるわけです。で、そしてこっちの今度は、左の方の画面を見ますと、ここには、ネットワークとかスタイルとかセレクトっていうタブがあると思うんですけども、ここで今選ばれているのがネットワークというタブだと思うんですけど、これは今表示しているネットワークが、ここに表示されていて、さらにこのネットワークの部分パスウェイみたいな、あるところを抽出してそこでネットワークを作ると、ここに階層的にそのネットワークの情報が追加されるということになります。で、これについてはちょっと後からまた、具体的な例をお見せするので、その時に、確認していただければと思います。あとスタイルというのがここでこのネットワークのこの構成成分であるノードとかエッジの、書式を変える、色を変えるであるとか、大きさを変えるであるとか、線の種類を変えるというようなことができるようになっています。で、もう一度ネットワークのタブの方に行って、この方にちょっとまたこれも薄くて見づらいかもしれませんけども、このメインビューに対してこちらの画面というのはそのネットワーク全体を表していて、で、これマウスでやはり指定してやって動かしてやると、その指定した部分を見に行くことができるようになります。あとこのメインビューにつきましては、拡大縮小がこれマウスのホイールを使って、まあ、Google マップのように変えることができますし、ここにもプラスとかマイナスによって大きさを変えるようなことができるようになっています。で、これが基本的な操作、になります。はい、今開けてるファイルは全然開けられないんですけど、開けられない、ですね、このフォルダのアイコンがあるんですけども、ですね、ファイルがですね、これをですね、そうです、実はちょっとその話を一番実はサイトスケープでつまずくところといいますか、めんどくさいところなんですけども、ファイルの開くところがそのファイルの種類によってちょっと若干違うんですよね。で、通常のそのオープンとかそのアイコンで開く場合にはサイトスケープで作ったファイル、拡張子が CYS というようなものでは開くんですけども、それ以外の例えばこれ実は Excel で作ったファイルも開けるんですけども、 Excel で作ったファイルは例えば Excel、XML って書いてある、CSV とか、はい、TSV とか、そういったその表形式のものといいますか、テキスト形式のものっていうのは実はインポート、ちょっとこれからお話をしようと思ったんですけど、インポートっていうところで、画面をファイルを開くことになります。で、今開けなかったのはおそらくそのオープンからサイトスケープのファイルを、開くという、ことをされなくて別のファイルを多分選ばれたからだと思う。で、このサンプルファイルもですね、サンプルファイル、サンプルデータっていうフォルダがあって、まあ、そこから、選んでいくんですけども、ファイルの名がもうみんなよく似たようなファイル名がついていてちょっと分かりづらいんですけども、今回今私が開いたのは、ちょっとここにも書いてありますけども、ガルフィルターShIF ファイルが、CSV を開いて、これはちょっと表示がこう、SHIF ファイルになってますけども、CYS というファイル、サイトスケープで作ったファイルで開いたものになっています。で、これからちょっと話を、したいと思います。で、今ちょっとここら辺の、資料のですね、19番目の話をしてて、その次がそのファイル別のデータの読み込みって話をします。ちょっとここからはそのパワーポイントのファ
ファイルでちょっと最初ご紹介しますけども、今ご紹介した通り、サイズスケープのそのファイルを開くときには、このファイルという、メインメニューがあって、そこを押すと、このメニューがさらに出てくるんですけども、そこにオープンっていうのと、インポートっていうのがあって、データを、ファイルを開くときにこの2つのどちらかを使います。で、オープンで開けるものっていうのは、CYS というサイトスケープで作ったファイルだけです。で、それ以外のファイルもサイトスケープは読み込めるんですけども、それは全部、残りはインポートというところ、このファイルのインポートというところから開いていただくことになります。で、さらにそのネットワークの形式のデータなのか、テーブル形式のデータなのかってことで、まあ、さらに分かれていくんですけども、ここでちょっと実は皆さん、つまずく、ことが多いんですけども、ここさえちょっと押さえていただければ、まあ、非常に今後のその、このサイトスケープを使うにあたって、まあ、やりやすくなるというふうに思います。もう一度申し上げますと、ファイルのオープンから開く CYS っていう拡張子がついているものについては、開きます。それ以外のものはインポートから開くと覚えておいていただければいいかと思います。で、あとちょっとこれ画面ではちょっと隠れちゃってますけども、ここにフォルダのアイコンがあるんで、そこを押して開く場合には、この CYS ファイルを開くような、まあ、要はオープンという形、ところで開くという形になります。まあ、ここにも書いてありますけども、CYS ファイルを開くときには、先ほど言った、この、メインメニューのファイルを押してオープンを選ぶか、もしくはそのフォルダのアイコンを開くと、このウィンドウが開いて CYS ファイルを開くというようなことができるようになります。じゃあちょっと実際に今開いているファイル、今私の方で開いたファイル、で皆さんの方もこれからちょっとその先ほどのギャルフィルターの CYS というファイルをオープンもしくはフォルダのアイコンから開いてみてください。で、それを使ってサイトスケープの使い方をこれからちょっと細かく紹介をしていきたいと思います。で、今回今開いているファイルなんですけども、サンプルデータとして出芽酵母のデータになります。で、転写因子 GAL1、GAL4 とか GAL80 といった遺伝子をノックアウトした株を対象にマイクロ RNA 発現解析を行ったデータです。その各遺伝子の発現量を基地のタンパク質、タンパク質インタラクション及びタンパク質 DNA 相互作用のネットワークに反映したものです。で、先ほどその見ていただいたネットワークのうち、その点のところが遺伝子であるという話をしましたけども、そこの色のところが実は、遺伝子の発現量で、を表しているというような設定をしてあります。で、今回使うそのデータの概要なんですけども、注目する遺伝子の発現がどのような制御を受けているか、ネットワーク上で確認するというようなことを、ちょっと最終的にはしていきたいと思います。で、繰り返しになりますけども、点のところは遺伝子、で、濃度の色は遺伝子発現量、線のところはタンパク質、タンパク質インタラクション、PP、もしくはタンパク質 DNA 相互作用の関係を表しているということになります。じゃあ実際にその使い方をですね、紹介していこうと思います。で、ここの資料の23と24については、先ほど画面の構成の紹介のところで、したんですけども、濃度の持っている、要は遺伝子の持っている情報を細かく見たい場合には、この、メインビューで、範囲を指定をしてやる。で、この時にはマウスを使ってドラッグで範囲を指定してやることもできるし、マウス上で、シフトを押しながら、クリックをポチポチ押していくと複数のノードが設定されて、設定されたものについてその、情報がこのコントロール、テーブルパネルの方で表示されます。で、この持っている情報っていうのは遺伝子の、名前であるとか、実験データの、数値が入っているということになります。で、エッジの相互作用の情報を確認する場合、これも先ほどご紹介した通り、まあ、指定した範囲のところが、今これ赤で設定されているわけなんですけども、指定されているわけなんですけども、その情報を見たいときには、このテーブルパネルのタブのところで区切って、切り分けているということなので、エッジを見たい場合には、エッジのテーブル、テーブルのタブを選択してやると、エッジの情報を見ることができるということです。
で、これあの、サイトスケープの、メイン、メニューのアイコン、よく使う、操作についてはアイコン化されていて、これを押すと、まあ、階層的に見に行かなくても、ワンクリックでその、操作ができるというようなものであります。で、これはあの、まあ、あの実際に使用される場合に、使われるものなので、ここではこういったものがあるということを簡単にご紹介をしておきます。で、ここからがあのサイトスケープの、一番の特徴であるその、可視化の設定のところになります。で、もう一度そのサイトスケープの方にあの戻ってみようと思います。で、使うファイルは先ほどの開いた、オープンで開いたファイルを使ってご紹介をします。で、今、この、まあ、色は先ほども申し上げました通り、遺伝子の、発現量を色別に表しているんですけども、一応それはどういうふうに設定をするかということなんですけども、ここの、左の、コントロールパネルというのがありまして、先ほど言ったように、これ今ネットワークが指定されているんですけども、ここでスタイルというのを選択をしてやると、こういったその、色とか形とかを設定する画面が出てきます。で、そこで、やはりここでも下の方にノードとエッジの切り分けるタブがあります。まず最初にノードの形であるとか色であるとか、そういったものを変える仕方をご紹介をしたいと思います。そうですね、どこから説明をしてもいいんですけど、例えば、まず一番目立つところっていうのは、このノードの色だと思うんですけども、この色をどういうふうに設定しているかってところからご紹介をします。で、まずここのその、ところに、これはノードの、もう境目とボーダーの色をどうするか、ボーダーの太さをどうするのか、あとフィルカラーってことで、実はここでノードの色を指定しているわけなんですけども、指定するときには、そのフィルカラーの右の方にこの三角形の矢印、三角形のマークがあるんで、これをクリックしてもらうと、まあ、このように開きます。フィルカラーっていうところの右にある三角形のマークをクリックしてもらうと、まあ、あの、ちょっと広がるような形で開きます。で、ここで色の指定をしてやってるわけなんですけど、まあ、見てもらうとなんとなくわかるかと思うんですけども、実はこれはあの、遺伝子の発現量を表していて、まあ、コントロールと比べて、この、ある遺伝子をノックアウトしたときに、遺伝子の発現量がどれだけ変わったのかっていうのことを表して、これは多分、まあ、2倍、まあ、あの、基準から比べて、どれぐらい上がったか下がったかってことを表してるんですけども、ここで上がった方を黄色にしていて、下がった方を青色でするというようなことで、まあ、連続的に色を変えるという実は指定をしてやるわけです。で、これもサイトスケープでは簡単にすることができて、まず、カラムっていうのがあって、これは、どの数値を使うかってことなんですけども、ここではその GAL1RGEXP という、カラムにあるデータを使っているということなんですけども、まあ、ここにはその、もう一度この下のテーブルパネルを見てもらうと、この遺伝子、まあ、各行が遺伝子を表していて、そこの方に、そこの中に、これかな、GAL1RGEXP というのがあるんですけども、この数値を使って、例えば、このノードは色を指定しているんだってことになります。で、ここでその、どの値を使うかってことは、このカラムのところをクリックしてやると、この、今ここにある、ノードの持っている情報のうち、どの情報を使うのかってことを選ぶことができて、今は、この GAL1RGEXP っていうカラムにあるデータを使って色を変えているってことになります。で、これは、ガル1という遺伝子をノックアウトしたときに、各遺伝子の発現量がコントロールと比べて上がったか下がったかってことを色を変えて表しているってことになります。で、これはまあ、他の何でもいいで変えられるんですけども、例えばガル4という遺伝子を、ノックアウトした場合の色、遺伝子の発現量というふうに指定することができ
ます。ここでまあ切り替えるということです。でさらに色をどういうふうにこういう設定しているかということなんですけども、今度はその前にマッピングタイプっていうのがあるんですけど、これは見ていただいても分かるように色がその連続的に黄色から青に変わってるんですけども、その色の付け方でこれはコンテンツマップとかディスクリートマッピングとかいろいろあるんですけども、これは連続的に色を変えるというのを指定しています。今ちょっと色がこれなくなっちゃいましたけども、これは遺伝子の発現量が高くなった時白、低くなった時を黒というような風に指定した場合にちょっと仮定になっちゃいましたけども、しているのでこういう色合いになっています。でこの色合いを変える場合にはこれをダブルクリックしてもらって、上の方に三角のマークがついているんですけども、この三角のマークを例えばダブルクリックしてもらうと、こういった色のパレットが出てきて、例えば遺伝子の発現量が高くなったものを赤にしてやる、で低くなったものを例えば青にしてやるというようなことをすると、これも連続的に色の変化で、ちょっとこれは分かりづらいので、例えばこの遺伝子の発現量が変化なかったっていうところの色をまた変えることもできて、例えばその場合にはアドっていうボタンがあるんで、これを押すとこの帯状のあるところにこの三角形が追加されて、例えばこの値、0はある遺伝子をノックアウトしたときと比べて、コントロールと比べて発現量が変わらなかった、例えば0にしてやると、0の位置に来るかと思うんですけども、してやってここの色を例えば何でもいいんですけど、例えば黄色にしてやると、このように青から黄色を経て赤になるというような形で、色を基本的にその何色でもいいんですけども、連続的に切り替えるような形で遺伝子の発現量が上がった下がったというのことを色の違いで見分けられるようになるというようなことができるわけです。これちゃんと最後までちゃんとやらないと。で、アドを押すと1個追加されて、適当なところに置きますけども、でここで黄色を押してやると、こういった形になって、OK を押すと、こういった形で色合いが変わると、青いところが遺伝子の発現が下がったところで、赤っぽいところが遺伝子の発現量が上がったところっていうのが分かるように、これは3色で表したんだけども、ですけども、自由に設定することができるということです。で、あと、濃度については色のところも変えますし、あと変えたいところっていうのはここに今、いろいろピックアップされていますけども、ラベルの表示をどうするかであるとか、ラベルの色をどうするかで、ここの場合には遺伝子の名前が入っているんですけど、その表示をどうするかであるとか、あと、この濃度の形をどうするかってことを変える場合には、今、円形になってますけども、これをまた三角形のところを開いてやると、どの値を基準にして、色を変える、形を変えるのかっていうようなこともできるようになります。今ちょっと適当にやってますけども、こういったふうに形を変えることができるようになるということです。で、同じようにノードの方もいろんなその設定ができるようになっていて、エッジの方もできるようになっていて、エッジの、書式を変える場合には、エッジというものを選んでもらって、そうすると、このエッジの属性、可視化の属性が出てくるので、そこで、いろいろ変えてやればいいわけなんですけども、例えば、ここで紹介するのが、そのエッジのその始点と終点、要は始点のスタートの点と終わりの点っていうのをサイトスケープでは認識していて、例えばエッジのその終わりの点、終わりの点の方を矢印にしたい場合には、ターゲットアローシェイプっていうのがあります。で、ここにはソースアローシェイプというのがその始点、スタートの、
点、線の始まりの点になって、終わりの方がターゲットアローシェイプ、ターゲットアローなんですけども、そこの三角形のところを開いてもらうと、同じようにどの値を使って、線の、形を変えますかってことなんですけど、これはエッジの属性なので、まあ、ここで見てもらうと分かるように、エッジの属性持っている情報というのは、例えばプロテインプロテインインタラクションか、プロテインと DNA の結合関係かしかないんですけども、どのカラーマを使うかということで、例えばインタラクション、まあ、これインタラクション2つあるので、ちょっと今回細かい話はしませんけども、インタラクションっていうカラムがあるんで、インタラクションを選んでやって、このインタラクションの種類によって、でここではディスクリート属性によって、値によって、はっきり分けるということなんですけども、 PD の方のターゲットの方を例えば、まあ、アローにしてやるとかして、プロテインプロテインインタラクションのところは、まあ、そのままにしてやるというようなことをしてやると、エッジのうち、プロテインと DNA の結合関係の、エッジだけこういった、ターゲットの方、要は終点の方にこのアローの形が反映されるということになります。で、特にそのプロテインと DNA の結合関係を表すときに、プロテイン、どっちがプロテインでどっちが DNA かという関係を示したい場合には、こういったその矢尻の関係というか、その線のシェイプ、ターゲットのシェイプを変えること、あるいはそのソースの、シェイプを変えることによって、この、ネットワーク上で区別ができるようになるというようなことです。でエッジの属性については、まあ、その他ラインのタイプがあったりして、この場合もどの属性を使うかによって線の種類をいろいろ変えることができて、プロテインと DNA の結合関係を例えばこういったドットにしてやるとかっていうようなこともできますし、線の太さを変える、要はこの、まあ、この場合はあんまりちょっと関係ないかも、まあ、属性の値がそれほど、種類がないんですけども、例えばプロテインプロテインインタラクションでその結合関係を表しているローブの数によって、多いものを太くしたり少ないものを細くしたりというようなことも設定することが、できるようになるわけです。で今、ご紹介したのがスライドの30ページぐらいまで、終わりましたけれども、ここまでちょっとわからなかったことがあればご質問ください。まあ、使って覚えるっていうことだと思うので、まあ、実際に使ってみて、ください。でまあ、かなりその、いろんなことが自由にできるので、いろいろ試していただくのがいいかと思います。でちょっと忘れてましたけども、今こういったいろんな設定をしてやって、このまま保存しちゃうとそのサンプルファイルの、ファイルが上書きされてしまうので、まあ、それはまあちょっとしたくないというようなことが、今回はあるの でこれをちょっと消す場合に、どうしたらいいか。でよくこういったそのネットワークを作っていろんなその色を変えたり形を変えたりして、やっぱり元に戻したいよねってことになったときにどうすればいいのかってことなんですけども、その場合にはこのスライドの30ページの下の方にも書いてありますけども、ファイルのなんだっけニューっていうところにセッションっていうのがあるんで、これを押すとまあ OK が出てきて、やると全部消えます。元に戻るというか、もうなくなっちゃうというか、で最初からやりたい場合には元のさっき選んだファイルをもう一回開いてやれば最初からスタートできるということです。で結構これはいろいろいじってるうちに、元のファイルの方が良かったねってことが、まあ、よくよくあるんで、まあ、最初からやり出した方が早いやっていう場合があると思うので、まあ、その場合にはこの、ファイルの new のセッションでやると、セッションが最初に戻るといいますか、元の一番最初の状態に戻るというような
ことに、これ比較的よく使う機能なので、覚えておいていただくといいかと思います。今サイトスケープの基本的な操作の話をしました。ファイルの開き方、ファイルの種類によって開く開き方が若干違うということと、その、ファイルに対して、グラフに対してネットワークに対していろんな、色付けであったり形の変化っていうのが、まあ、スタイルっていうタブを使ってできるっていうところまでお話をしたんですけども、まあ、実際にそのパスウェイデータをじゃあどうやって、まあ、作るのかということなんですけども、まあ、通常は既存のものを使うってことが多いかと思います。でその場合と、あと自分の持っているそのパスウェイの関係のデータ、自分で作ったものがあるもの、あるいはその公的のデータベースに載っていないというようなものについては、まあ、自分で作る必要があるんですけども、まあ、その作り方についてご紹介をします。で作り方としては、今言ったその公的の既存のデータベースを活用する例と、自分で作る場合、自分の作る場合でもテキストエディターとかエクセルを使ってパスウェイデータを作る場合と、まあ、お絵描きする場合もあるんですけども、3番についてはもうほとんど今、やることはないと思うので、まあ、1番と2番のうち、そのインポート機能を使って、使う、パスウェイを作る例をご紹介します。ただですね、これはサイトスケープをで、公的のデータベースを使ってサイトスペーススケープから公的なデータベースに行ってネットワークデータを取るためには、アプリをダウンロードして使わなきゃいけないんですが、まあ、今回ちょっとそれは省いてしまうので、ちょっと画面を皆さんに見ていただくってことになるかもしれませんけども、そのご紹介をこれからしたいと思います。で実際にちょっと今、皆さんの環境にあるところでちょっとできるかどうか私確認するの忘れてたんで、ちょっとできるかどうかちょっと確認をしながら進めたいと思います。ちょっとこれを元に戻す、サラの状態に、まあ、起動した状態に戻したいと思います。でさっきも言ったように、そのパスウェイを書く場合には公的なデータベースを使う場合と自分で書く場合があるんだけども、最初に、公的なデータベースを使って、データベースを書く場合をご紹介します。その場合、ファイルを読み込む場合は、同じくそのファイルのところがあって、そこにインポートっていうのがあります。で、ちょっと繰り返しになって何度も、しつこいんですけども、オープンでやるときには、サイトスケープで作った、CYS ファイルだけを開くときに使うものなので、その他のファイルは全部インポートから使います。で、インポートを選んでやると、ネットワークっていうのがあって、そこにパブリック、データベースがあるんですけど、これを選んでもらいます。そうするとこういったウィンドウが開きます。でこのウィンドウからそのデータソースとしてユニバーサルインタラクションデータベースっていうところがあって、これと、まあ、これは多分1個しかないんですけども、ウキパスウェイっていう、昨日もちょっと話がひょっとしたら出てきたかもしれませんけども、ケグのパスウェイとかその公的なデータベースで公開されているパスウェイの情報を画像化したり、あるいはこういったサイトスケープで読み取る、読み込んで解析に使えるような、情報を、みんなで共有しようっていうサイトがあるんですけども、そこのサイトが、このウィキパスウェイっていう、ファイルを読み込むという、プラグインをインストールしておくとできるんですけども、今これはそういったちょっと、プラグインが入っていないので、それ以外の、それと、ウィキパスウェイを使わずにですね、プロテインプロテインインタラクションのデータベースからデータを取ってくるというような方法をご紹介をします。で、お渡しした資料の方には、ウィキパスウェイのパスウェイ、データベースからパスウェイを開く例もあるんですけども、そちらの方は各自その自分で、自分の、環境で、ウィキパスウェイのプラグインをダウンロードしてもらって、やっていただきたいと思います。で、今回はプロテインプロテイン
はい。初期パスウェイは表示されるされないんです。はい。実はプラグインを、インストールすると開くようになります。はい。ちょっとこっちの私のパソコンでは入っている、ちょっと時間があればお見せしますけども、今はその、ここにあるですね、プロテインプロテインインタラクションのデータベース、ジーンマニアとか、バイオグリッドとかですね、そういったものが実は対象になっていて、その情報はこれ今開けるように、最初のその初期設定の段階で開けるようになります。で、その使い方ですけども、ウィキパスウェイのプラグインが入っていると、ここにウィキパスウェイっていうタブが、プログラムメニューが出てくるんで、その場合にはこう指定してやる。まあ、今これは1個しかないので、これを選びます。で、次に、何を探すのかの、ってことで、まあ、ここでは多分、遺伝子名を入れてやるというのが一番普通だと思うんですけども、ここで、まあ、TP53 っていうのを選んでもらうか、あるいはその、ジーン ID、みたいなものを入れていただいてもいいんですけども、入れていただいて、サーチというボタンを押すと、ネットワークにつないで、TP53 をの情報を持っているパスウェイが、バイオグリッドでは2799個見つかったというような形で、表示されているわけ。例えばどれでもいいんですけども、まあ、あんまり大きなのを開くとちょっと使いづらい点もあるので、まあ、どれでもいいんですけども。まあ、これぐらいにしておきますか。例えばこれを選んでもらってインポートと押すと、こういった形で、このこれプロテインプロテインインタラクションのデータベースだと思うんです。そこに入っている遺伝子間の結合の関係のネットワークを表示することができるということです。まあ、ここに今 TP53 というのを入れたんで、この線を基準としてどういった、まあ、遺伝子が結合しているのか、タンパク質が結合しているのかというような関係を表しているということだと思います。で、ここで線が入って、これは多分実験の、例えばこれ2ハイブリッドって書いてあったり、まあ、実験の手法だと思うんですけども、その結合関係を、のエビデンスとなる実験の情報が多分入っている、これはネットワークになるかと思います。で、先ほどちょっとお話が、ご質問があったように、ウキパスウェイっていうのはケグのパスウェイ等も入っているので、そのシグナル伝達のパスウェイとか、代謝ネットワークっていうのは、ウキパスウェイズっていう、プラグインを、ダウンロードしてインストールしてもらうと、使えるようになります。で、スライドの方では、ちょっと簡単に、その様子を、今これが示したユニバーサルインタラクションデータベースから取ってきた情報ですけども、ここのところでですね、ここで、ウィキパスウェイのプラグインをインストールすると、ウィキパスを選べるようになって、で、これはそうかな。あ、ここですね。こういう形になってきて、この出てくるウィンドウも違っていて、同じようにここに例えば遺伝子の名前を入れてやって、で、このウィキパスウェイの方は、その生物種の指定、まあ、パスウェイの指定ができるようになっていて、生物種をやはりそのプルダウンメニューで選んでやって、で、多分この虫眼鏡のマークをすると、サーチに行って、で、今これ AKT1 という遺伝子を入れてある例なんですけども、そこで使われているそのパスウェイ、例えばアポトーシスリレーテッドネットワークっていう名前かな、ちょっとよくわかりませんけども、まあそれを選んでやって、表示するってことができるというようなものです。で、まあここにも書いてあるんですけども、データソースをウキパスウェイにする場合には、事前にアプリマネージャーでウキパスウェイズというアプリをインストール必要があるということで、そのインストールの仕方についてはスライドの61の方で簡単に紹介していますけども、まあちょっとここでせっかくなので簡単にご紹介をすると、
このメインメニューのところのアプリっていうのがあって、そこにアプリマネージャーっていうのがあって、ここで今どんなアプリがあるのかってことを今見に行って、でそこの中に今これインストールできるプラグインが入っているんですけども、そこにウキパスウェイズっていうのがあるんで、これを選んでもらって、まあ、インストールをするとインストールできるわけです。ちょっと時間かかるかどうか分かりませんけども、そうするとウキパスウェイズのサイトに乗っかっている、まあ、かなり数多く、まあ、ケグのパスウェイのほとんどが入っていたり、その他のパスウェイデータの情報が入っているんですけども、それをサイトスケープ上で表示して扱えるようになるというようなことです。まあ、比較的早く終わったので、見てみると、ここで、アップじゃないな。もう一回、ファイルのインポートのネットワークのパブリックデータベースのところにウキパスウェイこれ入っていますので、ウキパスウェイを選んでもらって、まあ、何でもいいんですけども、例えばさっき同じ例だと AKT1 と入れてやって、でまあこのチェックボックスを入れるとこの生物種の指定ができて、人の AKT1 の遺伝で、ここでこの虫眼鏡のマークをすると押すとサーチできて、まあ例えばインターロイキンのシグナリングパスウェイみたいなものを選んでもらって、プレビューと押すとこういった、その多分これケグのパスウェイだと思うんですけども、ケグのパスウェイがここでインポートアズパスウェイズっていうのがあるんで、ここで押すとこういったパスウェイがちゃんと描かれるようになって、これ多分ケグのパスウェイだと思うんですけども、でここでちゃんとここでそのノードがちゃんと指定できるようになっていて、このもともと持っている情報としてアントレージーンの、まあ、例えば ID みたいなものが、ジーン ID みたいなものが入っていたりというようなことはもともと入っているんですけども、ここにその例えばご自分の得られた実験のデータを、数値を追加するってこともできて、まあ、それはちょっと今回紹介しないというか、まあ、この表を追加することもできるので、新しいカラムを作ってやって、そこに実験データを入れてやるってことをすると、そのネットワーク上に遺伝子発現量の違いを、見るような、ことが遺伝子、このパスウェイ上でできるようになるというような使い方ができるわけです。で今紹介したのはその公的データベースとか既存のパスウェイのネットワーク、パスウェイとかネットワークの情報を使う例を紹介したんですけども、まあ、それ以外にも、まあ、先に紹介したように、自分でパスウェイを作って、それをこのサイトスケープ上で表示することができます。で、その方法というのが、これはスライドの方に戻りますけども、テキストエディターとか Excel を使ってパスウェイデータを作成するということです。で、何度も見ていただいてます通り、サイトスケープっていうのは、ノードとエッジの関係でつながれている、まあ、2項関係といったり、まあ、3項関係といったり、まあ、あると思うんですけども、ノードとノードの関係をエッジで結んでいるということになります。で、この関係を表で書くと、ソースのノードとターゲットのノードと、その間にあるエッジの関係というようなことを、で、書かれているということです。要は、表の形でデータが収まっているということなので、この表を作成してやれば、サイトスケープ上で読み込めるようになるということです。で、さらに、実験データみたいなものはどういうふうに入っているかっていうと、このノードとエッジの関係のグラフの他に、こういったそのノードの持っている属性の、また表を作ってやるということになります。例えば、ソースとターゲットにこの遺伝子の名前が入っているわけなんですけども、その遺伝子の ID が、を、左のカラムは、これはキーのカラムになるんですけども、キーとしてシンボル名が何なのか、遺伝子の発現量が何なのかっていう、この2つの表を組み合わせることによって、先ほどのサイトスケープの、一番最初に見てもらった、酵母のマイクロアレイの実験のデータ
が作られる、まあ、こういったあのデータから作っているということになっていて、それをまとめたものが先ほどの CYS ファイルという形になるのも、なるんですけども、要はこのファイルを2つ読み込ませてやればいいということです。でここで注意しなきゃいけないのは、ここのそのノードとノードのところに、それぞれ属性を入れる場合に、これがそのキーになるので、これがユニークじゃなきゃいけなくて、このデータの方に、同じこの、GenID のものが、2行あったりすると多分エラーが出るので、それだけ気をつけてもらえば、サイトスケープで先ほどお示し、最初にお示しした、ネットワークみたいなものは自分でも書けるということになります。で実は先ほどその読み込むときに、そのサンプルデータのフォルダの中に、ガルフィルタード CYS っていうのと、まあそれ以外に CSV っていうのもあったりして、多分あの非常に間違いやすいと思うんですけども、まあ要は、これはその、カンマ区切りのテキストデータ、CSV ファイルなんですけども、これがその表、表のタイトル、表の、カラムのタイトルになって、このデータのところにこれがカンマ区切りで入っているというような形でデータを書けばいいわけです。まあ、Excel でももちろんいいんですけども。で、これも同じようにこういった表形式でデータを作ってやれば、それを読み込ますことができれば、サイトスケープ上で表示ができるということです。じゃあ実際に、じゃあ、このデータを読み込んでみるっていう例を示していきたいと思います。ちょっとここまで来るとですね、結構あのまた混乱してしまったり難しいこともあるかと思うんですけども、サイトスケープ、あ、こっちじゃないか。で、今このあのファイルの中身を見てみようと思って。サイトスケープのフォルダを見てみ、開いてるんですけども、ここに CY、サンプルデータっていうフォルダがあって、これを見てもらうと、さっきも、見ていただいたように、ガルフィルタードっていうような名前のファイルが CYS ファイルであったり、CSV ファイルであったり、まあ、入っていて、あと CY、CIF っていうのも入っていたりして、ちょっと混乱しやすいんですけども、先ほどオープンで開いた場合にはこの CYS ファイルを開いてもらえばよかったんですけども、例えばこの CSV ってファイルを、まあ、仮にクリックしてもらうとどういうデータが入っているかってことを見ると、先ほどその、自分でデータを作る場合の様子が、よくわかるかと思います。今 Excel で開いてますけども、まあ、テキストエディターでももちろん開けます。そうすると見てもらうとわかるように、要はソースとターゲットとインタラクション、ノードとノードとエッジの関係が、これが1セットになっているわけです。実はこれだけで、その点と線との関係は描かれているということになります。あと、この、属性の、この線の属性の情報として、まあ、いろんなちょっと入ってますけども、まあ、これはちょっと今回は無視しても必要のない、あの、エッジの属性の情報なので、まあ、必ずしも必要でない情報です。で、同様に、先ほどその遺伝子の発現量等を、まあ、こちらのファイルですね。こちらのファイルは、例えばサンプルの例として、ガルフィルタードデータ CSV って書いてあるので、そこに入っている、フォルダー、ファイルも見てみると、このように、これがキーになって、要は遺伝子の情報になっていて、コモンネームが入っていて、それぞれギャル1を、ノックアウトした時の遺伝子の発現量、ギャル4をノックアウトした時の遺伝子の発現量というような形でデータが入っていて、で、この右端の一番右のカラムの情報をもとにして、そのネットワークの、ノードのところに
属性として持っている情報として、格納されるというようなことなので、まあ、こういったデータ、点と線とのつながりの関係のデータと、まあ、ノードの持っている情報のデータ、まあ、今この、エッジの持っている情報についてはちょっと紹介しませんでしたけども、まあ、こういったものを別々に持たせてやって別々に、インポートしてやれば、一つのネットワークができるということになります。じゃあ実際にその方法をご紹介をします。でサイトスケープに戻るんですけども、ちょっとこのまた、いろんな別の、ネットワークが開いているので消したいと思います。で消す場合にはニューのセッションのところを押すと、まあ、全部消えるので一旦ちょっと全部消した方が、ちょっとやりやすい場合もあるので、まあ、今回はちょっと消してやります。もちろん追加して、ネットワークをどんどん追加してやることもできるんですけども、ちょっと消しておきます。でどういうふうにするかっていうと繰り返しになりますけども、ファイルを開く場合には、ファイルのメインメニューから、この場合にはインポートを選んでやってネットワークのファイルを選択してやって、そこのネットワーク形式のデータっていうのはさっき見ていただいたようにガルフィルタードの CSV って形なので、これを選択してやると、そうするとこのウィンドウが出てくるんですけども、ここでその表の持っている先ほど見ていただいたその Excel の表で最初に見ていただいたファイルなんですけども、まあ、こういう順番で多分並んでいたと思います。ソースとターゲットとインタラクションの関係があって、でそれぞれこの持っている表のどのカラムをどういった値に、ものにするのかということをここで選ぶわけです。もうすでにここのソースとターゲットとインタラクションが自動的にちょっと設定されていますけども、例えばこっちをターゲットにした場合にはターゲットにして、こちらをソースにしてやると、ターゲットとソースとそれを挟んでいる結んでいるインタラクションの関係という形で指定してやるということができます。それで、OK を押すとネットワークが書けます。ちょっとこれ最初の設定に戻してやると、最初はこうなってたと思うんですけども、まあ、こういった形になっていると。で、さらにここのところは、まあ、ちょっと最初紹介しなかったんですが、これエッジの属性の情報でして、まあ、これを読み込むか読まな、込まないか、まあ、どっちでもできるんですけども、まあ、これはそのエッジのアトリビュート、これ属性で、ノードのアトリビュートにするかとか、まあ、ここで指定できるんですけども、まあ、この場合には初期セットのままでちょっと読み込みたいと思います。で、さらに、このデータの持っている、形が、まあ、アルファベットなのかであるとか、文字列であるのかとか、数字であるとか、まあ、そういったこともできるんですけど、まあ、これは、まあ、基本的には、初期設定というか、その自動的に多分選んでくれると思うので、このまま OK をします。そうすると、ネットワークの関係の情報だけ表示されます。で、これを見てもらうと、ノードの情報はこれだけしかないというのは、わかるかと思います。で、この属性の情報、属の情報というのはそのノードの持っているコモンネームの情報であるとか、遺伝子の発現の情報というのは別のファイルで書いてあるはずなので、それを読み込んで、あ、間違えた。読み込んでやる場合には、ファイルを押して、インポートを押して、ネットワークではなくて、違う、テーブルでファイルを押すと、要は属性の情報っていうのはネットワーク形式ではないので、テーブルを選んでやってファイルを選んでやって、ここの、ガルエクスプレッションデータ CSV っていうのを選んでやると、どれをキーにするかで、どの、カラムの情報をこのネットワーク上に取り込むかっていう指定ができて、まあ、ここではもう、ここで識別子として遺伝子のところっていうのは、遺伝子のその、ID っていうのは識別子として使うので、ここでもう OK をしてやると、もう、ここの方にも追加されてますけども、先ほどあったこの、ノードのところの、ネームのところ以外にコモンネームであるとか、実験データの数値が入るというようなことになるわけです。
でこれは基本的にさっき見てもらった GAL フィルタードシスファイル、一番最初に見てもらったサイトスケープのファイルと同じようなデータになっていて、またここで書式を変えてやればスタイルで変えてやって、ノードの形を変えてやるとか、エッジの形を変えてやるとか、今この、アクセッションナンバー的な、情報が入ってるんですけども、これをコモンネームにしてやるということも、ここの、コントロールパネルのスタイルの方で変えられます。あと、まあ、いっぺんにこの、このネットワークの書式を変えたい場合には、ここにスタイルのところにデフォルトって今なってます。これが実はプルダウンメニューになっていて、まあ、いくつかのその、もう、お手本みたいなものが入っていて、まあ、どれか例えば選んでやるとこういう形で、まあ、色を変えられ、すでに用意してあるスタイルでネットワークを変えることができるということになります。で結構ここまで話しても、なかなか難しいところもあったと思うんですけども、もう一度ご自分の研究室に戻られてから、振り返っていただければいいと思いますけども、まあ、こういったことができるんだというようなことで確認していただければいいかと思います。今話したところは、スライドの40ページぐらいまでかな。あとちょっと一つやってなかったのは、サイトスケープの特徴で、そのネットワークを自動に入れ、レイアウトするって機能があります。で、例えばネットワークが数十のノードからできているものだったら、自分で好きな位置にそのノードを配置してやって見やすいような形ができればいいんですけども、大きなネットワークを取り扱う、例えば100個とか200個っていうのはザラだと思うんで、そういったものを表示する場合には、とても一つ一つ、自分でそのノードの位置を動かしてってことが、大変になるので、そのサイトスケープの場合にはいろんなアルゴリズムが入っていて、ノードを適切に、配置するような機能があります。で、今開いているファイルを使ってご紹介をすると、ここにレイアウトっていうのがあるんで、ここでいくつか選んでもらえばいいんですけども、まあ、非常によく使うものっていうのが、実はここにアイコンメニューにあって、これを押すと、あ、これは最初からそうなってるのかな。これは最初から初期設定になってるんで、最初のネットワークでそうなっちゃってますけども、じゃあレイアウトのところの、例えば、どれがいいかな。ハイラティカルなネットワーク、レイアウトにするっていうことをすると、ちょっと色が、これ、あんまり良くないな。まあ、これもあんまりちょっと見づらいですけども、これハイラティカル、階層的に、ね、表示するという、レイアウトをするっていうものの場合には、まあ、上からその、下の方向に、行くような方向で、エッジが、まあ、流れているみたいな形でレイアウトすることもできます。で、よく使うって最初に言ったのが、この、アプライプリファードレイアウトっていうのが、まあ、おすすめのレイアウトで、まあ、なんとなく、生物学のネットワークっぽいような形でレイアウトしてくれるものなんですけども、要はこれはそのノードとノードが重ならないように、さらにエッジが重ならないようにというようなアルゴリズムで、書いているネットワークなんですけども、これをまず最初に押してもらうと、なんとなくその、ぐちゃぐちゃになったものなんかも、まあ、まあ、見やすい形で見えるようになるというようなレイアウトなので、まあ、最初はこのボタンを押すことによってレイアウト表示する、変えてやるってことが、よくされます。でちょっと残り時間もなくなってきたので、ちょっと駆け足でデータ解析の、まあ、簡単な例、まあ、データ解析というか、まあ、あんまりその複雑なことをやるわけじゃなくて、先ほどの実験データを可視化して、まあ、より見やすくするといいますか、最終的にはその遺伝子の制御関係をちょっとピックアップしてみるという例をご紹介をします。で本来ならもうちょっと時間があればですね、皆さんにもいろいろ操作してもらいながら進めたいんですけども、ちょっと時間の関係でちょっとこちらの方で進めていきたいと思いますけども、使うファイルは
一番最初に使ったちょっとファイルを使います。まあ、このファイルを使います。でこのファイルは、まあ、繰り返しになりますけども、公募のデータで、ノックアウトした、遺伝子に対してそのそれぞれ各遺伝子の発現量がどういうふうに変化したのかってことを表している、ネットワーク図なんですけども、これを使ってその遺伝子の制御関係をちょっと見つけに行くっていうような例を示したいというふうに思います。でまずこのネットワークで今色付けしてあるところ、このスタイルのところを見るとフィルカラードっていう、ノードの属性のところで、フィルカラーっていうのがあったと思うんですけども、ここですね。でここで今、ガルバンという遺伝子、遺伝子を、ノックアウトした時の遺伝子の発現量出てるんです。この例ではガルバンの方という遺伝子を、ノックアウトした時の情報に切り替えてみます。で、その時の遺伝子の制御関係を見るという例にしたいと思います。で、そうすると、まあ、こういったちょっと色が変わったのが確認できたかと思うんですけども、こういったネットワークになるということです。で、これを見てもらうと、この辺で、この色のその、使い方が、ここら辺の遺伝子が、まあ、青が遺伝子の発現量が低くなったということを表しているんですけども、ちょっとこの辺、ネットワークの全体から、まあ、特にこの青が強いところ、この辺の関係をちょっと見ていこうということを、ちょっと、見ていきたいと思います。で、そうして見ていくと、ここら辺がガル10とかガル1とか、ガル7とか、で、ここにそのガル4って、これはこの遺伝子を、ノックアウトした時の遺伝子の発現量の変化を表しているんですけども、まあ、ここら辺のデータ、をちょっと注目して見ていこうということをします。でまず、遺伝子の発現量が特に低くなったと見えるこの3つの遺伝子と、ノックアウトした遺伝子の関係のこの中心とするネットワークをピックアップするということをします。でその場合にはここで、シフトをしながら、まあ、クリックする。ちょっとこれ実は選択した色が今黄色になるようにしてるんですけども、この遺伝子の発現量のところで黄色を使ってるんでちょっと分かりづらい。その場合にはちょっとこれ、まあ余談になっちゃうけども、この指定したノードの色を変えるってこともできて、これちょっと実はここで見ていくと、この情報がないんですけども、ない場合にこのプロパティっていうところがこのところに、ちょっとこれも別の資料のところに入ってるんですけども、チップスのところに入ってるんですけど、ここにそのプロパティっていうのがあって、これ全部が実は表示されているわけではなくて、そこの中にペイントっていうのがあって、ペイントの中に、セレクティッドペイントっていうのがあって、これは選択したところの色を変えるっていうところがあるんで、ちょっとこれは分かりやすいように、今色を変えるように、これだな。ここで今、黄色になってますけども、これを、まあ、例えば、グリーンにするということをすると、選択したところがグリーンになるんで、この方がちょっと見やすいんで、グリーンにしてちょっとやってみます。で特に遺伝子の発現量が低くなったと思われるこの3つの遺伝子と、この、ノックアウトした遺伝子、これを選択をしてやって、これを中心にするネットワークを、抽出するということをします。で、この今選択した状態で、セレクトというメインメニューがあるんで、そこをクリックしてもらって、ノードっていうのがあります。で、ノードのところに、ノードコネクティッドバイセレクティッド、違うな。ノードで、ちょっと待てよ。これでいいのかな。違うな、ちょっと待ってくださいね。ちょっと分かんなくなっちゃったな。ちょっとだいぶ飛ばしちゃいましたね。すいません。
最初にですね、このネットワークの中から、プロテインと DNA の結合関係の、ネットワークだけを抽出するということを最初にしなきゃいけなかった。ちょっとすみません、順番を間違えました。ここでまず最初にこのネットワークの構成されているものっていうのが、まあ、ちょっと線の区別ができないんですけども、線の区別をするようにエッジのソースとターゲットのところの形を変えるってことをまずします。ターゲットの方でターゲットの形を変える。で、ここでちょっと最初に紹介したように、インタラクションのところで PD のところの、まあ、これを例えばアローとかそういったものにしてやると、プロテインと DNA の結合関係を表している関係だけこういったの矢印がつくようになります。そしてその関係を持っている、ノードとエッジの関係を抽出する場合にはこのネットワークの中からプロテインと DNA の結合関係を表しているエッジをまず、ピックアップしていればいいということになるので、その場合には、このコントロールパネルの、セレクトというタブがあるので、それを選択してもらってここで、デフォルトにのままでプラスのボタンがあるので、これを押します。そうするとどの、値に対してフィルターをかけるかっていうのがあるんで、まあ、カラムについてフィルターをかけるとしてやって、どのカラムの値を使うかっていうことでノードとエッジのところがあるんで、そのノードのエッジのところを選択してやって、で、ここにコンテインズっていうのがあるんですが、そのノードのインタラクションがプロテイン DNA 結合関係を表しているエッジだけをピックアップするってことになるんで、ここのコンテインズを is にしてやって PD と押してアプライ、この下の方にアプライのボタンがあるんで、それを選択して、もうここで色がついちゃってますけども、こういったよく見てもらうとPD の関係のエッジだけ今色がついているということがわかるかと思います。で、今選択した状態で、さらにこのメインメニューのセレクトのところのノードのところを指定してやって、ちょっとこれ先ほどちょっと先走っちゃったんですけども、選択したエッジによる、結合しているノードっていうのを選んでやると、今これ緑色で選択された状態になります。で、ここの今色付けをした部分のところだけをこのネットワークから切り出すってことをします。で、その場合には、ファイルの new のネットワークの、セレクテッドノードと、セレクテッドエッジでいいのかな。セレクテッドエッジ、今選択してあるこの緑色のノードのところと、赤色のところのエッジを使ってパスウェイを抽出しますということをします。で、そうするとこういったネットワークが切り出されます。で、その状態を確認するのには、これがもともとのファイルで、このファイルっていうのがノードの数が331個でエッジの数が362本であったエッジから、今選択をしたプロテイン DNA の接合関係にあるエッジからそれをつないでいるノードの情報を取ってきた、部分パスウェイが、サブパスウェイが、まあ、95のノードと111本のエッジからなるネットワークであるんだというようなことで、今ここで抽出がされたわけです。で、ここでちょっと、また話を進めますけども、まあ、そのうちのとこのネットワークの中から特に色が、変化が大きい、まあ、特にこの場合は低くなったっていうところを注目してみますと、ここのガル10っていうのとガル1っていうのとガル7っていうのの遺伝子が、特に低くなっているってことがこの色から見てわかるので、この例えば3つを選択してある、さらにそのガル4っていう遺伝子を、ノックアウトした状態なので、まあ、これにも選択をしてやって、このノードと直接つながっているノードをピックアップするってことが、またこの、簡単な操作でできるようになります。で、実際にはこの、まあ、どういうふうにつながっているかっていうようなことを、まあ、一つのものだったらこれだけピックアップして自分で選んでいけばいいんですけども、まあ、複数の場合には、
まあ、この場合も4つなので大したことないんですけども、選んでやって、ここで今選択したものからさらに、これだな。ファーストネイバーズオブセレクテッドノードっていうのを選んでやって、まあ、これはその、エッジの方向性を選べることになって、まあ、これはあまり、両方向っていう形にして選んでやると、今選択肢ある緑色のノードが、1回でつながっているノードをピックアップすることができる。今、1回でつながっているのがこの、本だけであると。で、これに対してもう一度ネットワークを切り出すという。で、今、エッジの方は指定されていないので、このノードと持っているエッジを全て指定する、選択するということをしてやると、こういったネットワークができるということになるわけです。で、まあ、これを見てどういうふうに判断するかということになるんですけども、まあ、こうするとなんとなくその遺伝子の制御関係が分かってくるというような感じで、まあ、これをノックアウトしたからこういったものの発現量が下がってくるとともに、まあ、この、例えばこの遺伝子発現量が上がったんですけども、それは、こういったものにまた制御されているというようなことを、生物的なちょっと知識を使って、まあ、関係をちょっとピックアップして見に行くという、まあ、これは特に難しいことをしているわけではなくて、何かその注目されているところに対して、自分が注目しているところについて、ネットワークを絞り込んで見に行くというようなことを示す例になります。で、まあ、こういったそのかなり生物学の、知見を持っている、自分の持っている知見を使って、まあ、知識を、まあ、実験データを確認していくという方法の紹介なんですけども、まあ、その他の方法もいくつかそのサイトスケープでは紹介されていて、まあ、今回時間がないんで、紹介することはできないんですけども、まあ、こういったその使い方を、そのネットワークからパスウェイを、部分パスウェイを、まあ、引っ張ってくるときには、注目されている遺伝子をピックアップして、その周辺にある、それと例えば一階層でつながっている、ノードを取ってくるってことができるということです。で、さらにその1階層だけじゃなく、1階でつながっているものじゃなくて、2階つながっているものについて言えば、1階層のつながっているものをピックアップしてやって、さらにもう1階隣り合っているものを拾ってくれば、2階でつながるようなものにもなるので、まあ、どんどんその増やすことができるんですけども、あんまりその2階、3階以上やってもあんまり意味はないかもしれないんですけども、まあ、そういった形で、ネットワークを、その部分パスを引っ張ってくるというようなことが、まあ、できるという方法をちょっとご紹介をしました。で、これは実はこの使い方っていうのが、サイトスケープの方でも紹介される、まあ、これクリックしてもらうと、ベーシックエクスプレッションアナリシスというような、ファイルがあるんで、まあ、英語なんですけども、もう少し詳しく見たい方はそちらの方を見ていただくと、もう少しその補足的な情報が取れると思いますので、興味のある人は見てください。で、まあ、ここまでが、まあ、今回ちょっとお話を中心にしようと思っていたところなんですけども、まあ、プラグインの話をちょっともう一度、して、あとさーっと流していこうと思います。まあ、プラグインのところ最初のところで言いますか、そのウィキパスのところでも紹介したように、ファイルメニュー、メインメニューのマネージアプリってところから、こういった、ウィンドウが出てくるんで、必要なものをピック、選んでやって、インストールするって形で使えるようになるかと思います。で、その、どんなものがあるかっていうと、データの可視化のものであったり、データのインポートのものであったり、いろんな解析に、まあ、クラスタリングであるとか、オントロジーの解析であるとか、そういったものもできるようになっています。で、いくつかその代表的なプラグインも紹介すると、これ、ビンゴっていうのは読んで、名前を見ると、なんとなく想像つくかと思うんですけども、特異的に発現した遺伝子を、まあ、ピックアップ、あるスレッシュホールドで、例えば P バリューとか、ホールドチェンジの値を指定してやって、その値以上の持っている遺伝子の、遺伝子群に対してどういった機能を持っているかということを統計的に、GO を割り当ててやるというような、ツールです。で、これは昨日の小野さんの、プログラムの中でもデビットを使うというようなことをやったと思うので、まあ、それがこのサイトスケープでもできるということなんですけども、
わざわざ私はサイトスケープでやることでもないなというふうには思っています。若干アルゴリズムがちょっと違ってたりするんで、やはりその、デビットの方が、よく使われているので、個人的にはいいなというふうには思っています。こういったサイトスケープ上でも一応できるっていう、そういったツールもあるという、ちょっと結構古典的なプラグインなんですけども、こういったものもあります。あとこれ M コードっていうんですかね、これは複雑なネットワークの中から、クラスタリングケースっていうその、三角形をですね、この特に大きなネットワークの中からクラスタリングを作っているところを、ネットワーク技術によって、解析技術によって、統計的に引っ張ってくるというものなんですけども、そういったツールが、これは生物学的な情報は一切なくて、この大きなネットワークの中で特にその、密にそのサブパスウェイというかその、関係を持っているものを引っ張ってくるということをします。で、特にその複雑性のネットワークの中では、この、ネットワークの中で、どのノードが中心的な役割をしているのか、でどういったその、サブパスウェイがその大きなネットワークの中でも特に、関連が深いものを作っているのかということを導き出すときに使うもので、これは生物学的な知識というか情報を一切なくして、そのノードとエッジのつながりだけでサブパスを見つけていくというようなものになります。でよく似たものに J アクティブモジュールっていうのがあって、これもそのネットワークを大きなネットワークの中からモジュールコードを見つけに行くものなんですけど、これはその遺伝子の発現量を反映していて、この場合これ青がひょっとしたらその遺伝子の発現量が下がったものだと思うんですけども、この遺伝子が下がった、遺伝子群に対して、どういった それを含むパスウェイ、サブパスウェイがあるのかってことを、これはちょっと複雑なネットワークを使って、特にその、ネットワークの中の中心性というその手法を使って、ノードの中心性というような手法を使って引っ張ってきているものだと思うんですけども、この場合にはこういった、これが、ハブのような形になっているかと思うんですけども、こういった、サブパスウェイがあるんじゃないかというようなことを表していて、特にこのネットワーク上でサブパスウェイを見つける場合には、例えばそのハブになっているような遺伝子は、例えば創薬のターゲットにする場合には、いろんな副作用との関係もあるんで、ハブになっているものは、選ばない方がいいという考え方もあり、その逆もあるかもしれませんけども、そのハブになっているものを見つけに行ったり、あるいは、こういったサブパスウェイを作ってやって、その中に、基地の遺伝子の機能のものがあって、で、もう一方で遺伝子の機能が分かってないものがあるならば、これ非常に強いネットワーク、サブパスウェイを、クラスタリングを形成しているということだったら、その、基地の情報から未知の遺伝子の機能を予測するというようなこともできるかもしれませんし、そういった意味でこのネットワークを抽出、サブパスウェイを抽出するというような使い方は、いろんな、応用例があるんで、また論文の方にもあると思うんで、見ていただければというふうに思います。で、あとは、パスウェイを作るときに、先ほどその公的なデータベースを使ってパスウェイを作る、あるいは自分でそのネットワークの、ノードとエッジの関係から、パスウェイを作るって話をしましたけども、これはその論文の、パブメドのアブストラクトにある、遺伝子と遺伝子が出てきたときに、例えば一つのセンテンスの中に、二つの遺伝子が出てきたら、それは何かしら関係があるってことで引っ張ってくるというような形で、遺伝子名をその、パブメドのアブストから取ってきて、同じセンテンスにそのこの遺伝子があれば繋がってくるというような形でネットワークを作っているというような、このいわゆるそのテキストマイニングという技術を使ってネットワークを作ってくるというような、プラグインもアジレントの方から、出てきて、これも結構昔からあるんですけども、いまだにちょっと、使えるようなものなので、試しに遊び程度で使っていただくのもいいかもしれません。でこれはパブメドだけじゃなくて、その特許の情報なんかも入っているようです。で、ほぼ大体時間になったんですけども、よく使われる、チップス的なものもちょっとこちらの、スライドの方に並べました。作成したパスウェイを削除する場合には、どうしたらいいのか、すべてを消去する場合、先ほど言ったようにファイル、ニュー、セッションを使ってやるとか、複数のネットワークをマージするってことも簡単にできるようになっていたり、あるいはネットワーク上で選択したノードの色を変えるというような
ことは先ほどもちょっとご紹介したんですけども、そういう方法であったり、あとノードの色を連続的に変化させるときに、まあ、一つ一つちょっと細かい設定をしてやったんですけども、まあ、簡単にできる実はツールの中にネットワークアナライザーっていう機能があって、その機能を使うと比較的その簡単に色付けができるので、まあ、それもちょっと試していただければと思います。であと、このサイトスケープを使うにあたって、まあ、いろんな情報サイトがあって、まあ、統合テレビでも、2つの今、プログラム番組が、閲覧できるようになっています。あと開発者の方々が日本語の、解説のページを作ったりしているので、これもご参考にしてください。であと、まあ、こういったのいろんなそのユーザーが作ったサイトであったり、実験医学のところで、サイトスケープの使い方を紹介した、まあ、簡単な、資料もあるので、それもご参考にしてください。以上ですけども、この、発表資料を作るにあたって、サイトスケープの開発者である、まあ、大野さんにいろいろアドバイスをしていただいて、まあ、作っているということで、ここで、記しておきました。以上です。ちょっと駆け足になりましたけども、終わります。